雨なんですがちょっと降る時間が遅れていますまだこの後ですね雨が降りますざっと降ります、えー、特にですねあのこの辺りこの辺りの雲ですねこれ寒冷前線の雨雲なんですがだいぶ黄色い雨雲赤い雨雲もあります1時間に20ミリというざっと音を立てて降る、えー、ところも出てきそうです、えー、今夜遅くまで、えー、強い雨にご注意ください後ほ、えー、ど詳しくお伝えします 福テレソネットです。福島県民の皆様のためのあなたのための気象台ソラネットでございます。はい、えー、今日もですね、地域密着型でお伝えしたいと思うんですが、雨雲が通過中なんですけども、はい、あの今夜遅くにかけてまだですね、あの一雨あります。あのね、ゴロ,ゴロ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 雷が鳴ったりするようなところもあの出てきそうなので、はい、えー、ちょっとレーダーチェックしながらね、あの出かける方は傘を持って出かけていただきたいと思います。まずはですね、今日。 秋って言えば行楽シーズンじゃないですか、はい、旅したくなりますすよねね旅したいです、ね、<laughs> さっきね、ニュースでも、あのー、お伝えしましたけれども、はい、こちらのニュースからちょっともう一回、ちょっと見てみましょう。はいあの先ほどニュースでお伝えしたジンベエザメ柄のかわいらしい、はい、これ、ジンベエジェットというそうです。<ー>これはですね、沖縄と福島の間の今年度初めてのチャーター便。 1>, 1月までに複数の会社で運行が予定されていますこれであの沖縄から福島福島から沖縄へ乗り換えなしで直接行けるわけなんですんなんかやっぱりこういう映像を見ると旅したくなりますよね旅したいということなので今日は旅のですね <laughs> 話題をお伝えをしたいと思うんですが、はい、実はですねこの飛行機にですね、はい、福島テレビに大きなゆかりのある方が乗られておりますもしかしてはいこのジンベエトに乗ってました <laughs>、はい、これが誰かと言いますとはい、はい 日テレを卒業してなんと今は JTA 日本トランスオーシャン航空の客室乗務員になった金子リロさんが乗ってた金子 <laughs> さんですさん。似合ってる似合ってますよね制服、うん、もい,いかにもあの沖縄の客室乗務員の方だなっていう雰囲気がありますよね <laughs>、うん、素敵ですね、はい、で沖縄の魅力金子、えー、さんに聞きました今の沖縄の魅力、はい、今のですよ最近は秋の到来を告げる新西 ごめんなさいミーニンって書いてありますがミーニシ爽やかな北風が吹き沖縄なりの秋を感じられるようになりました夏は終わりましたけども青い海と青い空が綺麗ですいいですね行きたくなるでしょう、はい、で金子さん今日機内でアナウンスをしたそうです、はい、機内アナウンスどういうアナウンスだったのかというとあの沖縄から来た観光客の方に向けて福島の紅葉の名所とかおすすめスポットを お客様に伝えたってうこれもガネコさんしか伝えられない、ね。伝えられないということなんですよね。はい、あの JTA のですね、もしかしたらチャーター便に福島から沖縄の便にあのガネコさん乗ってるかもしれないんで。ね、乗りたいその飛行機。あのぜひ声をかけてみてください。はい、さあ、旅に行きたい調査しました。福島県の皆さん、どこ行きたいですか。これね、私平だったんですが、はい、北海道が1位。あ 三十八点九パーセントですよ。気持ちはわかりますよ。え、なんで。やっぱり北海道だと美味しいものがたくさんあるし。その通り。それがきました。<laughs> こちらでございます。うす、はいの北海道店。ヨークベニマルの北海道平和。他の地域の物産店より人が多い気がします。私も行きます。行きます、ね。はい、で、実はですね。この福島と北海道って。うん、食というところだけじゃなくて。歴史的に大きな。つながりがある。<ー>江戸時代です。まず江戸時代に。 私ごめんなさい初めて知ったんですが会津藩の兵士の方が約1,600人外国から蝦夷地北海道を守るための警護で出兵していたということなんです<ー>そしてあの戊辰戦争終焉の地も函館の五稜郭だったんですよね。うんはい、でその戦争が終わった後明治時代にはこちらでございます。明治末期に毎年 すすごい数ですよ3,500人から5,400人の農民が福島から北海道へ入植して開拓して北海道の礎を築いていてたあの広い土地を開拓そう福島の方がやっぱり相当ですね、えー、貢献していたということなんですだからそれぐらいの関係性の強さなので、うん、食文化も実はニシンのけ、はい、これね酒のあてになりますけど。 会津藩が北前線で北海道に行ってニシンを持ち帰って根付いたのがニシンの参照といそしているそしてイカニンジンも実は北海道と大きな関係があってイカニンジンに似た松前漬けが北海道にありますよねと江戸後期に松前藩との交流で生まれたんですがこれどうも。 福島のイカ人参がルーツになって松前漬けができた、えー、なんかちょっと似てるなと思ったことはありましええ味も似てますよね、はい、なのでそういう食文化のつながりがあるわけですでつながりも深いんですけども距離も近いんじゃないですかという七色さんからの来ております、うん、北海道大好き福島からも直接行けちゃうしということで。 今これだけ出てるんですね福島新千歳は1往復だけなんですが仙台新千歳は15往復も出てる<ー> 1>, 1時間強ぐらいで行けちゃう結構近いですねでそして飛行機じゃなくても新幹線で、まあ、4時間25分で行けるということなんで、はい、なんか北海道いいですね行きたいです競馬場も行きたいです。そうだ <laughs> ね、函館競馬場、はい、だから競馬場も、ね、2つ、福島も北海道もあるっていうところもやっぱり親近感があるのかなという、そういうところですよね。はい、さあ、きょうは沖縄からたくさん観光客の方来られましたけれども、福島、意外となんか気温高いなと思ったはずですこちらでございます。<laughs> 10月下旬としては観測史上最高、会津若松、うん、26.8度と今日沖縄・那覇が30度以上だったんですあそれよりも低いけど会津若松は夏日だったとということなんですよね、はい、イメージよりは暑かったかもしれない、ね、そうイメージよりあれ全然寒くないじゃない <laughs> 厚着してきちゃったのにというところだと思ったんですがき <laughs>、はいえー、のう、私、会津地方だけは晴れ間の予報を出したんですがいわきでもこうやって、ね、青空が広がっていたり、うん 予想よりもあの日中は結構空明るかったですよね、はい、え須賀川もえそして尾瀬もといった感じです、そして紅葉なんですが、やっぱりね、色付けが遅れてますね、うん、あんまり皆さんからの紅葉の画像がそんなに届いてない、南相馬、これ、里の,あの紅葉ですが、綺麗ですね、うん、金正寺の紅葉、良い色になってきました、そしてこれ、市街地の紅葉かな、街路樹ね。 この週末から来週あたりが見ごろということになりそうですね、うんはい、さあ気になる週末にかけての天気なんですけれどもこれまさに今です寒冷前線がこの後通過していきます、はい、通過していくのでこの後福島県は、えー、雨が、えー、降りそうなんですが特に県南やいわき周辺で1時間20ミリ前後のところもありそうですで寒冷な前線なんで普通はですねこの寒冷前線が通過した後は 寒くなるんです、うん、ところが今回寒気は北海道のみにやってくるので福島はそんなに入ってこないということになります、はい、でこの寒冷前線なんですが北から南にこうやって通過していきますこういう時のことわざこういうことわざがあります春は南秋は北が晴れれば天気がいい、うん、北から晴れてくるので、えー、天気が良くなるのではないかというそういう見立てでございますで明日からはこの秋の移動性の高気圧が主役なんですが、はい、この主役が 週末までいてくれるかどうかというところですよね明日は天気回復爽やかな朝ですけれどもえ週末まで天気持つのかどうかは明日の天気の後詳しくお伝えしますまず明日の天気見てみましょう、えー、回復します爽やかな秋晴れですね、うん、ただね爽やかというのはちょっと あの風がやや強めかなという感じです、波の高さも3メートルのうち1.5メートルなんで、量はちょっと朝方、小さい船なんかはやめといた方がいいかもしれませんね、そして中通りの北部です、ずいぶん今、気温高かったでしょう、はい、26度、27度、だいいぶ高いです、えー、阿武隈高知越えのです、ね、山越えの温風が吹きます、で福島、あした25度なんですが、うん、今日は古賀さん、何着てきました 今日はちょっと薄めのワンピース、着てきましたよ明日はね、もしかしたら昼半袖でもいかない,い,いですかも、25度だもん、あ<ー>なんと10月下旬で25度以上は、8年ぶりということになります、いかに今年まだ夏の名残が残ってるかというところですよね。中中通りりのの部でです雨はありませんので安心してください 北西の風がやや強めなんで、あの洗濯物だけ飛ばされないようにしていただきたいと思います。えー、その風はだん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 。まあ,あ汗ばむような風になってきそうですね。爽やかな一日です。そして中通りの南部です。えー、可視高原可大橋の紅葉はそろそろ見ごろ週末以降ピークを迎えるということになります。えー、そして会津地方です。えー、朝はね。ちょっとちょっとだけ冬型になるんで、名前色々の雲がやや多めですけども、もえー、次第に晴れ間が広がってくるということになりそうです。 さあ週末なんですが、選挙ですよ、はい、でねこの土日ともに晴れたのはこの3か月で先々週1回だけなんだあそうですら日曜日、じゃどうなるのかという気になるところなんですが衆議院総選挙とですね天気の関係って実は結構あってこれ東京と大阪なんですが低い時って寒波があったり台風があったり行楽日和があったりこれ行楽日和だとなんで下がると思います これはやっぱりお出かけに行きたくなっちゃうんじゃないですかそういうことなんですよ、はい、で雨でも低くなっちゃう寒波でも低くなっちゃうじゃあ過去2回の投票率は前々回すごく低かったんだけどこの時は台風来てた<ー>直撃しちゃった、はい、そして前回高かったのはこれ曇り空だったつまり曇り空の時の方が 投票率が上が上るちょうどいい時がっていうことですか、まあ、本当はね、あまり天気によってね、<laughs> あの投票率が前後するっていうのはよくないことだと思うんですけれども、はい、じゃあ、週末どうなのか、これ、1枚で見てみましょうか、金、土、日、今のところ崩れなし、うん、土曜日お出かけ日和、日曜日はちょっと雲が多めの投票日和ということになりそうです、うん、来週はちょっとパッとしません、はい、ということですで、この台風21号発生しますけれども、リスクはこちらです、今のところ大雨災害リスクはないというふうに見ております。 さあそれでは週間予報です気温がやっぱり高いんですよね、うん、20度以上ということでえ昼は半袖朝晩はやっぱり上着が必要な日が続きそうですえ土日は久しぶりに両方とも晴れますいくわこちら朝風の冷たさを和らぐ日の光福テレソラネットでした